今日なんですけど、これ今回も売っていきます。過去最大のプレゼント企画、300億円これちょっとやっていきたいと思います。社長から絶対ネタにするのって言ったよ。あれ逆にやれってことかなんて。お前らそれお前犯罪やぞ。亀さん課長、ラファエルの口癖パパ活したい、よろしくお願いします。まあ確かによう聞くわ。よう言いません、ほんまに。いや、今日なんですけど、僕ら二人ということは来ました、ありがとうございます。はい、もうちょっと飽きてたらすいません。ちょっともう懲らしめたいんですよ、本当に、ね、ちょっとで、今回いつもと違う風景ですよね。駐車場、はい、駐車場ですね。これ、社長からいただいたベンツなんですけど、これなんでここに止まってるかっていうと、ドンキの駐車場なんですけど、もうケチじゃないですか、ラムさん。ケチ。これ、社長の車いただいて、そのまま無料で入れるんで、ここの駐車場よく使ってるんですよ。それまずくない？いや、まずいっすよ。なんか味しめちゃってて、ちょっとそのなんかちょ調子乗ってるじゃないですか。ということで、はい、今ちょっとラファさん、一人で LINEPay の PR してるじゃないですか、はい、で、僕ら適当な理由つけて出てきたじゃないですか。はい、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 スカートの丈が膝下ってやつ、大概ブス。よろしくお願いします。いや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 、すがすがしいんですけど、今日はですね、もう何もないんですよ。ここの部屋でずっと喋るだけなんですが、はい、最近強いネタやってますから、久しぶりにトークさせていただきたいんですよ。で、僕って言ったら案件仮面2017年2018年、ね、案件ナンバーワンですよ。数が2019年も案件ナンバーワン取りたいと、はい、ということで、今日はちょっと僕の案件動画に付き合っていただきたい。ああ、はいはいはい、はい、どんな案件動画って言ったら、はい、案件の訴求ポイントをひたすらずっとここにいます。それで終わりです。という商品ですってって言って終わって、さよならって言って終わります。トークじゃないじゃないですか。トークですよ。呼んでるだけじゃないですか。呼んでるだけです。俺欲しいと。俺台本もらえるかな。ああ。あのこれすごいのが LINEPay なんですけど、300億円プレゼント。これ世界最高額プレゼント企画でいうと、もう今までないですよこれ。これいただいたやつなんですけど、だからもう壊すとか、なんか塗装するとか、板車にするとか、そんなんじゃなくて、もう車があるから仕事中に会食行ったりすると思うんですよ。そんなやつにもったいないですよ、正直。仕事をしろと。はい。仕事しろってことなんで、もう今度車あるからダメなんで、もうこれ今回もう売っていきます。売ります、ほんまに。お金いるぞ。車があるからダメと思いません、ね、そもそも足を奪っちゃえばいいんですよ。もう女性と出かけると、それやっぱやれベンツやってドヤ顔で行くじゃないですか。それ奪っちゃおうっていうことですね。社長にはちょっと申し訳ないんですけど、もっともっとモテモテる方いらっしゃると思うんで、ベンツを欲しいと。これやばいよ。そうです、絶対思いません、ね、絶対そういう方が乗った方がいいと思うんですよ。ちょっと仕事もしてもらいたいんで、これちょっと今日は査定して売っていこうかなっていう感じですね。僕が過去にやった最高のプレゼント企画5億円、これガチでやってるんですよ。これダイヤモンドに換算した場合のっていう5億円で、ベンチクさん1億円、はい、実質僕が一番エグい金額やってるんですよ、今まで、うんうん、今回300億円です。ああ、すごい。だからこれね、ざる見としては LINEPay が皆様に総額なんで、はい、っていう意味では一人の YouTuber がこう何かやってるってわけじゃなくて、それ多分いろんな YouTuber が多分提供でやってると思うんで、なるほど、ね、提供してへん YouTuber は捨てないと思うでー。気をつけなあかんで。今ちょっと車の方呼んでるんで、ちょっとご協力のもと、僕らちょっと免許ないじゃないですか。あと免停で免許ないっていう、ちょっとやばい状況なんですけど、でそれでちょっと車の方に協力していただくんで、ちょっと登場していただけますか。早いな。はい、もう呼んでどん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 行かないと。確かに。はい、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません、ちょっと自己紹介みたいなのお願いしてもいいですか、ね、すいません。株式会社ワイルドスターの岡田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワイルドスター。はい、で、今日なんですけど、このベンツを査定出して売っていこうっていうことなんですけど、はい、大丈夫ですか。こちらで査定です。あー、すいません、あの御社の方に持って行っていただきたくて、はい、で、僕らちょっとすいません、免許ないので、はい、そうなんですね。これ買っていただいて、鍵があるんで、はい、で、その御社の方で査定していただければっていう感じなんですけど、かしこまりました。大丈夫そうですか。はい、お任せください。あー、すいません、ありがとうございます。すいません、じゃあお願いします。はい、お願いします。今日はもう本当に LINEPay、ラホさん、今ちょっと PR してもらってたんですけど、うんうんうん、どうやらなんかラホさん一人でやるっぽいんですよ。あ、マジな方面。はい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 。そうなんや。そうです。なんでちょっと、僕ちょっとじゃあいない方がいいですね、今日。訴求ポイントちょっと見せて、お礼してる見せて。ラファエル一人なんこれ。そうですね。どこに書いてるそれ。まあ、送ってきます、後で。OK。はい。俺一人なんピン。そうですね。後で送っとくんで。で、なんでちょっとまあ、僕、ジャンクとちょっと買い出しとか、そういう系のジャズもやってきますね。それといて。じゃあ、オリエンシート見ながらでいいよ。あ、送っとくんで、また。OK。取り直せなかな。オープニングから。そうですね、ちゃんと PR してもらえればって感じですね。オッケー。で、あとはまあ訴求ポイントがもろもろテロップで補填するんで、さっきのオープニングも撮り直した方がいいの。そうですね、オープニングもそうですね、なんか別件やと思ってて、その撮影自体が、うんうん、はい、そんな感じで、すみません、お願いします。はい、はい、どうも、どうも、じゃあ幸せなやつ全員。はい、でも今日なんですよ、久しぶりにピンで動画撮ってまして。いや、車免許ないって辛いっすね。辛いね。まあ移動タクシーですもんね、そもそもいらないっすもんね、経費で。確かに不便じゃないっすもんね、全然。かっこいいよね。社長には申し訳ないですけど、やっぱね
ちゃんと求められてる方に乗られた方がいいですよ。優しいね。いや、そうですよ。だってその女とか、なんかとっかひっかいやってるようなやつに乗られたくないですよ、ベンツ。ああ、行っちゃった、伊さん。じゃあ、タクシーで移動しますか。行きますか。はい、行きましょう。過去最大のプレゼント曲、300億円。これちょっとやっていきたいと思います。以前ですね、過去には5億円プレゼント曲っていうのを僕監督でやったのが、多分 YouTube 市場というか、もう多分国内のプレゼント市場の中最高額だったと思うんですよ。ダイヤモンドだったんですけど、今回300億円ってことで、結構ね、各 YouTuber が一斉に、この LINEPay の提供っていうのをやってるので、まあ、ご存知の方もいるかもしれないんですが、一応内容としましては、これ今回すごいのが、この LINEPay ですね、キャンペーン期間中は1000円分の LINEPay ボーナスが送りたい放題らしいんですよ。はい、ということでもう1時間ぐらいですかね、かれこれ。そうですね、経ちましたね。もう多分値段の方多分査定していただいてると思うんで、ちょっともう入って聞いていきますか。ワイルドスターさんですね。かっこいいな。めっちゃおしゃれですよね。これなんか地球だね。そうですね。いや、店内とかめっちゃおしゃれじゃないですか。店内おしゃれだね。店内おしゃれですよね、うん、もう早速聞いていきますか。アパレルもやってんの。300億円ってことなんで、結構も人口比考えて使ってる人間のこと考えると、すごい金額が限られた人数の中で回るようなキャンペーンなのかなってイメージですね。送られた人は1000円分の LINEPay ボーナスを受け取れる。これちなみに送れる友達の数は無制限。これすごいんですけど、受け取り側は1人1000円まで。で、キャンペーン期間なんですけど、5月20日から5月の29日までということで、まあ、その期間中に3億300億円プレゼントということで、もう自分の友達にも送りたい放題です。まず制度します。すいません。もう査定の方はどんな感じですか。終わりました。終わりました、はい、ありがとうございます。聞いていいですか。おいくらぐらいなんですか、はい、ちょっとまあラバさんブランドとカスタムされてるので、はい、1500万でいかがかなと。あ、1500万ですか、はい、マジ、はい、やっぱさすがですね。結構すんだ。やっぱそんな行くと思わんかったな。ちょっと1500万で、はい、これ売却ですね。即決ですね。即決ですね、はい、じゃあすいません、1500万すいません。調達いただいてるんですか。はい。あ、ちょっとお確認ください。あ、すいません、はい、出しても問題ないですか。はい。あ、すいません、はい、ありがとうございます。本物。え、そんな入ってんの。いや、ガチっすねこれ。マジ。はい、すいません、お貸していただきます。で、500万ですよね。500だね。びっくりしてんないぞ。うわぁ、きっと本物っすねこれ。うわぁ、やったぁ。あー、なるほどですね。初めてやからこんな感じなんですね。初めて持ったんだ。あー、マジっすか。初めて持った。分かりました。なんか手続きとって、まあ、そうですね、もろもろしてって感じで、はい、じゃあその手続きだけもう済ませて。あ、そうだね。じゃあ戻ってきちゃうんで、もう行きましょう。行きますか、はい、行きますか。行きましょう。手続きだけすいません。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、YouTuber がプレゼント企画で、まあ、やれね、現金だら、やれポイントカードだら、プレイステーションだらっていうのを今までやってましたけど、これ普通にプレゼントみたいなことが無制限に、まあ、300億円ですからほぼ無制限ですよ。無制限にいろんな友達に送れるという1000円分のボーナスが、これ結構すごいと思うんですよ。うまく駆使して使うと、こういう僕らみたいにインフルエンサー以外の普通の一般人の方でも、そういうブランディングをうまくかけれるというか、今まで僕らのようななんか金持ち YouTuber がやってるような企画を自分で無料でできちゃうっていう、何も自分で制限取られるものがないんで、しかも自分も受け取れるんで、これ結構企画としてはすごいのかなってことで、まあ、LINEPay 知らない方は動画概要欄見ていただいて、まあ、ぜひね、すぐ使って広めていただければと思います。久しぶりにラファエルね、タングドクでの企業案件ですよ。もうバリバリ企業案件の内容だけ PR するっていう、まあね、やれね、企業案件だったらね、例えば LINEPay どうですか、1000円分だったら1000円にかけたり、ボーナスにかけて何かね、企画をやったり、無理やり企画につなげて1000円とかかインフンゼロみたいな企画みんなやるんですけど、めんどくさいんですよ、そういうの。シンプルに言われた台本をそのまま言うだけっていう。動画もどうですか、これもう2分やって3分ぐらいで終わるっていうね、何一つ面白いこと言わないっていう。まあ、元にしてね、やっぱり YouTube ってやっぱ一人で撮ってた初心に戻ろうっていうことで戻ったらこんな感じで事故ですよね。ということで、久しぶりにザ企業案件みたいなね動画なんですけど、まあこれに懲りずにね、明日以降もラファエルのチャンネル応援していただければと思います。ということで、今日はどうもありがとうございました。じゃあこんな感じでいいですかね。はい、あ、すいません。はい。
いただきます。すいません、はい、ありがとうございます。じゃあこれでもうおしまいで大丈夫ですか。はい。これでじゃあもう手続きはすべて、はい、ありがとうございます。あ、すみません、じゃあこれもいただいていってことですよね。そうですね。あ、すみません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、じゃあこれ500万円まで、はい、しっかりね、しっかりもらいましたね、はい、確かに。じゃあありがとうございます、すみません、はい、お届けありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと何やかんやでも帰ってきちゃうんで、もう戻って行ってきますか。行きましょうか。はい。出しても。いや、儲かりました。ちょっとお前ら、お前やめとけって、お前これ。お前ドンキホーテでたんで、勝手にカメラ回すな。いや、許可いただきます。大原社長。はい。撮影許可いただきます。誰が関わってんの？ちょっと待って、整理させて。はいはい。まず言ったよな。確か。社長からいただいたベンツには、はい、絶対ネタにするなって言ったよな。ああ、そうですね。あれ逆にやれってことかなんて。違う。そうだね。ちょっと待って、これはどういうことなの？いや、どういうこれだってお前らこんな金持ってんだよ、絶対。これどうやって用意したほんまに。どうやって、わかりません。こんな金僕ら絶対用意できないじゃないですか。うん、ベンツないじゃないですか。うん、わかりません。お前ら待って。お前やばない。なんすか。待って、お前もしかしてこれベンツワンチャン勝ちで金に変えてんじゃん。まあ、そうっすね。あの鉄くず金に変えてんじゃん。ちゃんとほら、こういうことでしょ。確かにね。あれお前らさ、鉄くず、お前らそれ、お前犯罪やぞ。犯罪者。犯罪者お前ら。いやいや、そんな鉄くずなんか言うやつに。お前らほんま犯罪やぞ。犯罪なんすか。犯罪者やぞお前ら。犯罪やぞお前ら。これ人のもん勝手に言って犯罪やぞ。ちゃんとバイバイしましたか。お前に限ってだからもうクビにしてるやろ。なんでまだおんねんお前。いや給料出へんぞお前。お前らこれほんまに犯罪やぞ。犯罪者。やめ。大丈夫かお前頭。もう退職を結局車がなければいけへんのちゃうかっていう。お前これ何、本物現金。本物っすよ。偽物なわけないじゃん。ガチで売ってんの。マジです。お前らガチで売ったの車。マジです。ちょっとそれマジでヤバいぞ。お前らそれやってることマジでヤバいぞ。いやお前らこの犯罪やぞ。高額配布です。そうっすね。お前らこの犯罪やぞ。いや、数えます、ね、一応数えますってこと。もう見たら分かる。1500万やろこれ。1500万ですね。儲かってんな。儲かりましたね。お前らこれはほんまに犯罪。これはほんまにやりすぎ。いやお前らペン作るのは絶対買って。まあでもね、もらったやつじゃないですか。いただいたもんじゃないですか。確かにね、ゼロだ。もっとなかったもんですよ。そうか、お金もちょっと。はい、ご苦労いただいたもんな。そうです。あ、じゃあこれで新しい車買います。全然
年間降りてないやん。新しい車なんてお前ないでしょ。いやいやいや、これあれっすね。何が手数料。何言うてんの。とりあえず500万。やめ、やめよお前。ぐいぐい来んな、大人が怖いな。あ、僕ら撃ったんすもんね。大人が二人寄ってかかって500万中間、中間っす。僕ら中間、とりあえず、とりあえずで、まあ、僕らなんで打ち上げだけ行くわ。これは、大原社長にそのままお渡しします。俺の分は。いや、ないっす。お前らも犯罪。お前ら、それはほんまに犯罪。お前ら、このもうニュースやろこれ、なあ。いや、そんなニュースやろ。全然ニュースじゃないですよ。大原社長にいただいたんですよね。これ、大原社長お渡しします。はい、これ、僕らが、その、浮いたお金です。はい、で、終わりじゃないですか。はい、犯罪です。ニュースになります。うちの会社潰れます。社員2人中2人犯罪者です。率 100% です、うちの会社の。全員犯罪やってます。うっす、全員犯罪やってます。お前らこれもうただの犯罪やから。いやいやいや、もう手伝ってないぞ。立ち上げればいいさ。もうな、車とか家とかそういうのめちゃくちゃするんだけど、ほんまやめてくれ。お前らあとガードマンとかコラボすんな。タクシー代だけいります。タクシー代いらんって。金ぐらい持っとろ俺って。いらないっすか。じゃあでも俺がさ、女どこ行こうか関係ないわね、お前ら。いや、関係ありますよね。なんで関係あんの。そんな仕事してもらわないと。仕事してるやん。いやいやいや、やってるやん。何回その女とやってるやん。え、やってるやん。仕事落ちた。え、いやいや、やってるよ。いやいやいや、あんな特会引っかえ仕事みたいなもんでしょ。特会引っかえってさ、特会引っかえじゃね。君たちさ、モテないからさ、だって言うけどさ、こっちはさ、朝にもかかわらず来るんだよね、グイグイ。向こうの方から来るんだよね、グイグイグイ来るんだよね。かわいそうっすよね、ほんま特会引っかえして。いやいやいや、仕方ないじゃん。仕方ないじゃん。仕方ないじゃないか、君たち。もういいっす、もうこれでいけないんで、それでいいじゃないっすか。いっしょ、お前らほんまに、売るんはほんまにえげつないわ。これ以上のドッキリないんちゃう。え、売るのはえげつないわ。まあ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 、これ以上の時はほんまにないんちゃう。大原社長お渡ししてきます、うん、そろそろ。お前ら大原社長の前大体これ撮影許可取ってる時売っていいですから、今日なんか絶対取ってへんやろ。まあまあまあ、これでどうかな。あんなお前売上1兆も2兆もあるような会社の人が1000万の中で納得するか。いや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 、困ってるって言いますね。迷惑かかってるって。はい、僕らもそんな車上げたことによって。そうです、車上げたことによってちょっと遊びに行ったりして、大原社長もそんなつもり渡したんじゃないと思うんで、これお渡しして、これ僕らもらって終わりですね。お前らほんま覚えてけよ。え、お前らほんま覚えてけよ。これだけ言っとくわ。はいはい、偉いな、それからな。お前らほんま覚えてけよ。俺、偉いな、理解を。まあ、告白って今まで、はい、サキキさん、シングルノアさん、はい、まあ、それ以外にもテンチムさんにも告白したかな。今回ネタらしいよ。本当に彼女を作りたいんです。これは本当なんです。ミニオン万枚売り上げてる、はい、歌の歌詞そのままで告白したら 100% 成功する説。ひよみんさん、おー、キャブ嬢の、まあ、生キャバ嬢の一番美人なキャバ嬢さんって言われて、俺多分ひよみんさんやと思う。あー、デートのやつ、あー、楽しかったですね。デート、二人だね。楽しかったなあの時。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。君と好きです。